今日はこちらのスナップメーカーから出ている 3-in-1 3D プリンターを使ってみますこちら我が家に迎え入れる 3D プリンターとしては2台目になるわけですけども 3D プリント以外にもなんと CNC の切削機能とレーザーの刻印機能がありますこちら 3D プリンターとしても使う予定なんですけどもそれ以外にもですね、とある目的で購入しましたそれについては動画の後半で説明しています これ最初バラバラの状態で送られてきてで自分でネジ止めして組み立てるんですけど組み立て自体は簡単でした梱包はちゃんとしてますねすごいなんか高級感あります 3D プリントモジュール CNC 彫刻モジュールレーザー刻印モジュールの3つのモジュールが入っていますそしてこちらがリニアモジュールです中身は単純にステッピングモーターですねで送りはネジ送りです 3D プリント用のヒートベッドと CNC 彫刻とレーザー刻印のプラットフォームこれは操作用のタッチスクリーンとそのホルダーですね磁石でくっつきますレーザーから目を守るためのメガネとこちらは CNC 用のメガネです大体20分くらいで組み終わりました 3D プリントと CNC とあとレーザーの機能を切り替えるにはこの部分にモジュールがあるんですけども このモジュールがですね3つついていますそれぞれが 3D プリント用と CNC 用とあとレーザー用ですねでそれぞれ機能を切り替える時にこのモジュールを切り替えますモジュール自体は裏でネジ止めされていますなので付け替える時に裏のネジを外してこれごと入れ替えるといった感じですこのの本体の台とか あとステッピングモーターのモジュール、まあ、この柱の部分ですねこの部分はアルミの合金か何かでできていて結構剛性が高そうな感じですこのモジュールの送り機構はネジ送りでやられています一般的な 3D プリンターだとゴムベルトみたいのを使って送っていると思うんですけどもネジ送りでやっているので精度が出そうですデルト送りではなくて、まあ、ネジ送りにした理由なんですけども 3D プリント以外にも CNC をやりますよね そういったところではやっぱり剛性が必要になるのでまあ、そういった関係でネジ送りになったんだろうと思いますそういった関係もあって 3D プリントの造形も結構綺麗なものが造形できました 3D プリント機能を使う場合はこちらのモジュールに付け替えますこちらのヒートベッドなんですけどもサイズはそこまで大きくないですね横と奥行きが1 2 5ミ、mm、リですで縦方向は1 2 5ミ、mm、リまで印刷できます なので結局 125mm、125mm、1 2 5のサイズが最大ですこちらのヒートベッドこのようにケーブルが付いていまして電力を供給しますそして印刷時には温度が上がるようになっています PLA の場合だと60度まで上がりますで最大で80度まで設定できるようですヒートベッドとノズルのレベリングはこちらのタッチパネルを使ってやります でこちらのヒートベッド上の4点でレベリングをしますレベリングはこちらのアップダウンで調整します 3D プリンターはモジュールで一つ気づいた部分がありますそれは冷却ファンの方向があまり良くないということですね。通常冷却ファンっていうのはこちらのノズルから溶け出てきたフィラメントをすぐに固めるために使われています なので基本的に冷却ファンから出た風はこちらのノズルに直接当たるようになっていますなんですけどもこの冷却ファンを見てみると風が出てきた方向があのこちらの方向に行くんですね冷却ファンの方向に向いていませんまあ、風はこちらのノズルに当たらないってことは結局印刷の品質が落ちることになるんですねこの問題解決するために冷却ファンから出てくる風の方向を変えるためのダクトをつける必要がありますね そのダクト自体も 3D プリンターで作ることができますので結局簡単に改造できますねでこちらが印刷物のクオリティですスナップメーカーから出ているスライサーソフトを使って標準品質で印刷しました基本的には細かいところまでよく印刷できていますただしこういった角度の急な部分の印刷はあまり得意ではないみたいですねこういった下にサポート材がない部分があるんですけどこの部分が結構垂れてますね こういったところとかがそうです。で、これについてはさっき話したノズルの冷却が不十分だから、まあこういう風になってるんですね。なので、冷却ファンの方向を変えてあげるような改造が必要です。まあ、その他の細かい部分については、これはもう印刷の設定次第でどうにでもなるっていう感じですね。ちなみになんですけども、スナップメーカー以外の他のところから出ているスライサーソフトも使うことができます。 本体の合成も高いですし位置決めもボールネジで行っているので、まあ、結構精度が出るんですねこれ自体はこういったヘッドの冷却を改善してであとはセッティングをもう少し詰めていけばかなり精度よく印刷できるんじゃないでしょうかちなみに印刷している時の音量はこのくらいですねまあ普通にうるさいですねまあキュルキュルいってる感じの音が結構響きます次にレーザー機能についてですこのレーザーモジュールに取り替えることでレーザー刻印をできるようになります で印刷サイズはですね基本的に125、125になります。こちらのレーザーと CNC の共用のプラットフォームがあるんですけども、これをですね、ここに1回取り外してもらって、でこれをインストールします。こちらのレーザーモジュールなんですけども、使用するときはこちらの保護メガネをつけてやります。でレーザーの出力は結構小さくて 0.2W ですね。なので木の表面を焦がしたり、あと皮の表面を焦がしたりだとか、まあ、そういったことくらいにしか使えないですね。 で実際こちらに、えっと、木の表面に刻印をしてみたんですけども結構きれいにできています。 で別売りで 1.6W のレーザーモジュールがあるんですけどそれを使えば薄いいの切断だっったたりりそううこともできるようになりますで今使っているスナップメーカーのオリジナルですねスナップメーカーの 3in13D プリンターは標準で 0.2W のレーザーモジュールなんですけどもでこちらの後継機種のスナップメーカー2.0っていうのがあるんですけどもそちらはレーザーモジュールは標準で 1.6W になっているようです。 スナップメーカー2.0は今注文すれば9月頃に到着するのでまあこれを買わないでスナップメーカー2.0をまあ待つっていう選択肢もありですねまあレーザーの基本的な使い方としてはまあこういった木の表面に何か文字を彫るだとかあとは切り絵をやるだとかまあそういったことくらいですかねただ使い方はかなり簡単で 3D プリントと同じくらい簡単に使うことができますただレーザー光を使っているのでちゃんと目の保護だけはしてあげる必要があります で、最後にこちらの cnc モジュールを使ったま cnc 機能があるんですけどこれについては 3d プリンターとレーザーとかと違って結構扱いが難しいです。でこちらの cnc モジュールなんですけど、回転数は19000回転固定です。まあ、こちらにスナップメーカーって掘ってみたんですけど、結構難しいですね。 何で,で難しいかっていうとまずこちらのモジュールが回転数固定でまあ変更できないんですねそれ以外にもこちらの,あのビットが入るんですけども、まあ、使うビットの種類であったり木を掘る速度の設定だとかそういったのが結構難しかったりするんですねなので、まあ、これを使えばいきなり使えるかっていう話ではなくて、まあ、結構訓練っていうか、まあ、そういった知識が必要ですねそれ以外にも立体的な構造を掘るのは結構難しそうです 平面的なデザインを深さ方向に掘っていくっていうことは簡単にできるんですけども、立体的なものをやろうとするとこれは結構難しいまた別問題なんですね。まあ、それはなんでかっていうと立体的なものを作ろうとした時には標準ソフトだけではできなくて、例えば他の CAD ソフトの Fusion 360とかを使って G コードを作ってあげる必要があります。でそうするとそっちの設定が難しくて、まあ、誰にでもできるっていうわけではないです。 平面的なデザインをやろうと思ったら誰でもできますけどもそれ以外の 3D のまあ立体的なデザインをやろうと思ったら誰にでもすぐできるというわけではありませんちなみに削ることができるのは基本的には木とか、まあ、アクリルだとか PCB だとかそういった柔らかいものが対象です金属は切削できません一つ気づいたことがあるんですけどもこれは CNC のプラットフォームですでその CNC のプラットフォームの下にプラットフォームを動かすためのモーターがあります これはネジ送りのモーターですね。こちらに隙間が空いていますで、削った削りカスがこの隙間から入ってしまうんですね中にこれは結構問題ありですねまあ、ただスナップメーカー2.0についてはこちらの問題は改善されているようですここから本題に入るわけですがこちらのスナップメーカーのま 3in1 を使う理由なんですけどももちろん 3D プリントもやりたいんですけどもそれ以外に一番の理由がありまして こういったプリント基板を自分で作りたいというのがあります最初 CNC で基板を切削しようとしてやったんですけどこれが結構難しいですこちら基板表面の銅箔の 0.1mm だけを切削するっていうのは結構難しくていろいろ何回かやってみたんですけども満足いく出来は得られませんでした CNC を使って基板を作ることは諦めて次にレーザー機能を使ってプリント基板を作りましたこれはうまくいきました こっちが何もしていない基板でこっちが白く塗った基板ですで、その白く塗った部分をレーザーで焼いていきます 塗装を焼き切ったら、ここで一回メラミンスポンジで拭きます。激落ちくんですね。スポンジで拭いた後、エッチング液の中に入れます。で、このまましばらく放置します。しばらく放置した後、こういうふうに。銅がむき出しになったところだけ銅が溶けています。で、これを後はアセトンで洗浄すればオッケーです。 穴を開けましたこのままの状態だと銅の表面が錆びてしまいますのでこんな感じで錆止めを塗ります。です配線パターンもなかなか綺麗にエッチングできています。 うんいいですねそんなわけでスナップメーカーの 3-in-13D プリンターを見てきたわけですけどなんとこちら価格10万円しますでもよく考えてみるとこちらの 3D プリンターの機能とあと CNC の機能それプラス レーザーの機能もあるわけです。まあ、その3つの機能が使えて10万円というのは、まあなかなか悪くない値段かなというのが正直な感想です。3d プリンターとしての機能はこちらは問題ないですね。本体自体の剛性が高いですし。しまあ、あと精度もかなり高いとで1つ問題があるとすれば、ここのノズルの部分ですね。ノズルの部分の冷却が不十分なので、そこだけ改善。できれば印刷の品質は改善できます。 レーザー機能については機能表面にまあ文字を彫ったりだとか柄を彫ったりだとかそういったことができますねデータとして画像ファイルも使えるのでまあそこら辺は便利ですよねで自分の場合はレーザー機能を使ってプリント基板が作れたのでまあそれが一番のまあ収穫というか一番いい点ですねで最後に CNC の機能なんですけどもこれは正直言ってまあ結構上級者向けですねというかやりたいことによって結構難易度が変わります 平面デザインの奥行き方向の切削はかなり簡単なんですが、まあ、特に難しいことを考えなくてもできますただ3次元的な奥行きのある凹凸のあるデザインの切削はかなり難しそうですなんでかっていうとまあフュージョン360とかそういった CAD ソフトを使って G コードを作ってあげなきゃいけないからですねそういったところがこの CNC 機能を使うところでハードルになるかなといった感じです、まあ、ただ全体的な評価は高いですね ということで最後になりましたがもしこの動画が役に立ちましたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは動画のご視聴最後までありがとうございました